どうも、かたちゃんです。今回は、馬券の買い方についてお話をしていきます。とても大切なことなので、最後までぜひ見ていただきたいです。これを理解していると、あなたは、自分が望んだような、勝って帰るというのを実現することができます。そうなることで、あなたは競馬終わりから、美味しいものを大切な人や好きな人と食べて楽しい時間を過ごすことだってできます。しかしこれを知らないでいるとあなたは儲けようと思ったのに今日も負け越した。そんな風に落ち込んで週末を終えることになってしまいます。そうなることであなたは家に帰ってからもその日の競馬の成績を見てもっと冷静に予想しておけばよかったのになぁ。そんな風に後悔をするばかりになってしまいます。では、そうならないために何を理解しておくべきかというと、買うべき馬券の種類です。勝つために買うべき馬券の種類です。最初にあなたに質問があります。あなたは今、どのような買い方をしていらっしゃいますか？はじめに、僕が毎週のように負けていた時の買い方をお教えします。一つ目は、基本的に三連複6等ボックス20点を買っていました。また、自信があったり、軍資金があったりするときは、三連単、これを買っていました。100倍という、100円かけたら万馬券という響きに踊らされて、3連単ばかり買っていました。軍資金に余裕がない時でも、その3連単を絞って買うというのを繰り返していました。でも、今それを振り返ってみると、本当に無駄なことをしていたなと思います。今のあなたはどうですか？ちょっと振り返ってみてください。僕のように三連複、三連単でしょうか？それともそれ以外の馬券でしょうか？いろいろあると思います。先ほど僕が稼げなかった時の買い方を紹介しましたが、それから学んだ稼ぎにつながる買い方をお教えします。それはワイドです。ワイド、3点以内の勝負です。それを聞いて、あんな安い馬券？そんな風に思われたかもしれません。しかし、よく考えてみてください。確かに配当だけ見たら、一見すると、プラス収支、勝ち組とは遠いような馬券に見えます。しかし、ワイドというのは、1着から3着までを着順不問で的中させればいい馬券です。つまり、ローリスクで効果的なのです。なので、従って、確実に当てていくためには、こちらのワイドの方がいいのです。こんな経験ありませんか？穴馬の可能性を信じて、オッズが高い馬を入れて、買い目を増やしても、結局、固い決着で儲からない。取り紙となる。また、三連競馬券であれば、普通に高いリスクを背負って、高度な馬券の買い方をしている。にもかかわらず、三着抜けとか、一頭いないとか、こんな風にして馬券を外し続けるのはあまりにももったいないです。そう考えても、2頭でしかも着順不問のワイドはローリスクで効果的に稼ぐことができるのです。観戦中も2頭だけを見ていればいいので、いろんな馬を見ずに済みます。僕はワイドで稼いだ後、馬来馬単という風に購入範囲を広げていきました。では、まとめに入ります。今回何が言いたいかというと、確実性を求めた方が、結果的には、
収益につながるということです。いきなり大きい配当をドカーンと狙うのではなく、ステップ1、ワイド。ステップ2、馬連、馬単といったような、ステップを踏んで、大回を踏んで、馬券を買っていきましょう。例えば、ホームランを1本打つか打たないかのバッターが、年間通してホームラン1本かというバッターが、いきなりホームランを狙うのか、はたまた、自分はヒットがよく打てるバッターだから、ヒット打ちに行こうというのか、どちらが可能性が高いでしょうか。後者、ヒットですよね。なので、いきなり万馬券を狙いに行くというのは、自分がホームランバッターでない、年間1本打てるか打てないかというバッターであるにもかかわらず、ホームランを狙いに行くようなものです。なので、今からは、ワイド予想、これを徹底して馬券を購入していきましょう。それでは、最後まで聞いていただきありがとうございました。なお、この動画では、予想法の全貌を話すとあまりにも長くなってしまうため、別途、下記リンクのブログにて、予想法の全貌を明かしています。本気で勝ち組になりたい。そう思っている方だけ見てください。では、以上です。最後までありがとうございました。失礼します。